ご近所さんの気楽なステージ。だいたい喫茶店は半々なんだよね。うん、あ、そうなの。うん、半々ってなんコーヒー半分、お湯半分で割る。ああ、なるほど。ハーフロック。うん、コーヒー半分ってどういうこと？要するにエスプレッソ半分ってこと？いや、普通のコーヒーを、だからそこの、うん、言ったらブレンドコーヒーの濃さがある、うん、大体それを単に半分まで入れて、うん、半分までお入れるっていう、うん、それが安い喫茶店のアメリカンコーヒーの定義。定義、それもどこ行ってもそれしたの、うん、ああ、美味しいわ、この薄めの。薄めのいいね。うん、なんかこの安いコーヒーの甘ったるさがちょっと消えた気がする。うん、始まりました。お相手はキイシガクとキイシミナミ、ね、よろしくお願いします。ね、今回、まあ、謎の大寒波でね、うん、たくさん足止めを食らいましたね、うん、いや、そうかよ、ね、うん、聞くところによると、まあ、1985年あ33年ぶり、うん、1985年1月以来の1月末以来、うん、そう、末以来の、なんとか注意報みたいな。そうそう、何だっけ、寒すぎ注意報みたいな。寒すぎ、そうそう、うん、だから僕が生まれたのが1985年の1月末やから、うん、で、33になるから、うん、この大寒波とともに、うん、育ってきたというか、生まれてきて、大寒波で生まれてきて、うん、で、まあ、そっから、まあ、寒い日があったけど、うん、ここまではなくて、うん、で33年ぶりに僕がこの、ね、東京に移ってきたと同時にまたお帰り、うん、お帰りって、東京生まれじゃないやろ、下関生まれやろ。ああ、また会ったねっていう、その生まれて以来会ったっていうのはね、うん、大寒波さんと、うん、うん、あん時のっていう感じはあるんかな。そう、なんかなんかね、だから感慨深いね、それ聞くと。うん、そう、もう死、もうめ、何て言う、死ぬんじゃないかっていうぐらい寒かったけど夜、うん、寝袋一つ、うん、でもなんかそれを聞いてから、うん、なんかああ、お迎えが来た、なんか優しい気持ちになってその同じだけの苦しみを出産時味わってるわけやろ。そうそう、出産時に、うん、寒って思ってまず出てきたわけやろ。そうそう、世界に。そうそう、あ、なんか呼び覚ます、うん、なんか記憶にあるんかな、なんか記憶にある、残っとるんかな、これ覚えてる、あの感じや、もうあの最初に見たやつやって、だ最初に見たものをお母さんと思うって言うからね。そうそう、だからお母さんお母さん以前だから、うん、お母さん、大寒波がお母さん、そうよね、うん、代理母、は、代理母、代理母代理母ね、代理母が母よ、は代理母が大寒波よ、大寒波が代理母だ、うん、うん、母なる大地って言うからね、うん、だから父と、うん、体外受精したの、大寒波が父と体外受精し て, 精して、じゃあおかんが代理母、え、代理出産が、大寒波の、おかんが代理母やん、それだったら。大寒波の代理出産をうちのおかんがしたおかん産んだだけやん。そうそう、だからなんかそういう伝説なんかね、なんか昔なら、うん、今でこ、ね、今でこそ、そうそう、今でこそ、うん、この旗から聞いて、僕は現代っ子やから笑うけど、やっぱそうそう、古事記とかさ、その安倍の生命生まれたみたいな感じやった。そうやね、うん、古事記やとなんか水、海と交わり、子を出産みたいな、何回も出てくるから、ね、そうそう、だからなんていうの、大寒波霜焼けの御事みたいな、うん、そうやね、霜焼けの御事は、そうそう、霜焼けの御事、うんうん、後に寒波天皇になるみたいな、そう、寒波天皇感じよね。そうそう、年号寒波や、寒波ね、そうそう、寒波6年、寒波6年に崩御、うん、
で今ちょうどカンパ30年で、そうそう、カンパ33年で33年か、そうそう、崩御仕掛けたけど寒くて寒くてね、うん、言ったら学は経験してない、初めての経験ってことやからね、このそうね、初めて、ね、うん、びっくりするやろ、びっくりする、こんな寒いことあるんやっていう、そう、そんなに春かなってくらい北海道足にあったりする、うん、うん、いや足はね、うん、ちょっと寒いから毎日、うん、高校生の頃からずっと足だけ寒いから、うん、だからやっぱりね、そのなんて、落合陽一さんも言っとったけど、うん、なんだっけ、なんないあのほらネイチャーネイチャーコンピューターネイコンピューターなんやそれいや知らんけど、あるのこと言うとったわけよ、なんなんやそれコンピューターネイチャーってもうバカや俺たちはそんなんで学者なれるんや、そうそう、なんかそういうことね、なんかそのまあ落合陽一さんが言うには、うん、その自然、うん、コンピューターを、うん、ありきの自然っていう概念もあるんじゃないか、その自然とコンピューター分けるじゃなくて、うん、こう自然対、コンピューターみたいな、なくてあるけどね、よくお話とかでは、うん、あれコンピューターありきの自然があり、うん、その一部に人間もいるっていう考え方を提唱している、うんうん、あ、それをコンピューターネイチャーっていう、コンピューターネイチャー、本当か、ネーミングのダサさがあの人らしい、うん、だから、うん、まあ僕はそう、だからその人の説明を、ね、うん、聞いて僕はそう把握したけど、うん、本人からしては全然違う全然違う、全然大丈夫なんですか、聞きかじったぐらいでさ、分からなさすぎやって言われるかもしれんから、うん、それはね、もっと難しい話なんや多分、うん、複雑な、そうそう、だから一回理系に長けた人の解説が必要になるけど、そうよね、それは、うん、でもまあそれを僕は僕なりに解釈すると自然として感じ取ったから、うん、その落合陽一を、うん、ネイチャーとして、ネイチャーとして、ネイチャーとして感じ取った、うん、結局そのコンピューター的計算、ちょっと今どこにコンピューターがある、今ネイチャーの話はしたよ、大寒波の霜焼けの御事はさ、わかるけどさ、そうコンピューター要素が全然ないやんけ、そうなんだから、ね、まだ発明さ、古事記の話やから、そうそう、古事記から、だからそのこのご時世に至っても、うん、その最新のさ、うん、あの学者のね、落合陽一さんがコンピューターネイチャーとか言うぐらいやから、言うぐらいやから、うん、今この我々はさ、うんうん、日々スマホを当たり前のように使い、うん、その常にこのインターネットがつながっており、うん、そうよ ねっていう状況でね、うん、なんだっけ、はなんだっけって知らない、だからそのコンピューター霜焼けの霜焼けの御事ね、御事と寒波天皇ね、うん、夏場に生まれし王子の学、そういう学のことだっさ時期ぼんやりしとる夏場夏場ってぼんやりしとるな、7月6日間出してほしいわ7月6日っていう感じもっと出してほしい、そうそう、七夕前日の王子七夕の王子がおるから、ね、七夕の王子がおるから、七夕前日の王子は楽なの、あ、そうなの、うん、七夕の王子がおるからな、やっぱりね、でもね、そのパターンはそれ生まれた瞬間のもう原風景というか、うん、この肌で感じたものっていうのがやっぱりね、なんか明日天の川綺麗やろうなっていう感じで生まれてくる、そうそうそう明日綺麗なんやろな、今日も綺麗やけど、だから前の日からもうスタンバットみたいな、うん、あ、だから、そう、うん、だから学は結構準備ちゃんとする、ああ、そう、結構準備する方やわ、うん、僕準備せんや、うん、あんませんね、寒波に間違えもう、うえいって出てきたから備えなし、憂いなしみたいな感じで、ね、出産が備えなしじゃ物語と、そうそう、だからその違いがあるやっぱり、決定づけたのね、うん、でそれをちょっと感動して母親に電話したの、うん、そのいやこれ33年ぶりって、うん、ああそうやね、ああそういやあんた1985年に生まれたね、お母もその時気づいてピンって、うん、ピンときたん、ピンときた、うん、ピンときて、あ、あんた生まれたの85年やないって言って、うん、そういえばって言って、うん、そういえばっていうか、っていうかそうなんやけど、うん、いや運取りやけどさ、運取りますやんみたいな、うん、だけど、そうだ、だからさ、それでピンときてお母も、え、うん、あ、それぐらいやったねって言って、うん、ぼやっと、あ、じゃあ33年ぶりってことはあんた33歳になるわよね、
うん、それそうやろ、うん、で、それで母親もようやく思い出して、うん、あのそういえば、うん、あのもう生まれるっていう時に入院しとったと。ああ、まあそうや。そうそう、うん、何日か入院しとって、うん、でこんな大寒波で家におらんでよと思ったらしい、うん、ああやっぱ記憶にあるんやね。そうそう、うん、そういえば病院の設備はあったかいし、うん、家ちょっと暖房が、うん、そんなになかったから、うん、まあまあ家の暖房っていうのはそういうもんや、ね、そういうもん、ちょっと期間やったり、ちょっと期間やったり、うん、そうそう、いやよかったって言ったよ、うん、ラッキーと思ったらしい、うん、ほんででもやることないから外にタバコ吸いこうと思って、うん、タバコもまだ吸うとるんかね。そうそうそう、うん、もう前日生まれる前日にタバコ吸おうと思ってタバコ持ってちょっとなんか医者に見つかったらあんま良くないですよとか言われたから、うん、こっそり抜け出して、うん、裏口からバーンって出たら大雪がファーンって降っとった、うんうんうん、寒いと思って、うん、で次の日あんた生まれたりまあやっぱりそういう記憶ないね、うん、ピンときとった寒で次の日あんた生まれたいねっていう記憶ないよね。そうそう、うん、で寒いのが勝っとるやん、勝っとるね、うん、うん、でその頃にはもう陣痛とかさ、そっちの記憶が普通は勝る、うん、そうそう、そっから、ね、僕朝方に生まれたから夜、うん、なんか陣痛起こってとかさ、うん、深夜にっていうことの方が話出てくるかな、出てくるんかと思ったら、ね、バーン寒ーってなって、でまあ何やかんや陣痛とか痛いとかもあったって言って、まあ、生まれたんよ。そうそう生まれました、うん、だからやっぱりね、うん、大寒波の御事やな。そうやね、うん、そこで、うん、寒ーの時に王冠受精したんやろね。受精してバーンってこう寒波バーンって浴びて、バーン浴びて、そうそう、うん、いやそれでなんかツイッターで興奮して書いてたよね。そうそうそう、うん、そんな巡り合わせっていうほどのなんか、まあそれはみーくん感じすぎやと思ったけど、うん、うん、まあ考えてみると確かにそうなんや、うん、だからただの受け狙いで書いたんじゃなくて本当にやっぱり感動しとったっていう、うん、ことなんよ。うん、まあそうなんやね。うん、曲流してる、あ、曲流しましょうかね。マカルームのサードアルバムに入っている曲でコングです。せっかく焼いてきたベーグルの一つ一つが無駄になる。その時一人のパティシエが生クリーム使って新たなデザートを一つ食べ、一つ売る、一つ僕が食べる。Bye-bye.
宣伝を入れてほしいっていうから入れます。はい、2月6日に、講演会があるっていうんで、障害者差別解消法っていう2年前ぐらいにできた法律に関する講演会で、一般の人に来てもらって、知ってほしいと、差別解消法で無料の講演会があるので来てくださいと。差別とは何だろうっていう感じの話やと。日時が2月6日午後2時から午後4時ま で場所が、埼玉県朝霞市の産業文化センター2階研修学習室、朝霞駅から徒歩5分ぐらい、無料となっています。講師が小上浩二って言うかな、小上浩二さん、DPI 日本会議副議長の方、ということです。ぜひとも、ぜひとも皆さんラジオ聞いた人は、ちょっと参加したら面白いけどね、朝霞以外の人がね。あ、そうだね、うん、こういうきっかけにね、ちょっとこういうラジオをやっている延長でね、ちょっと実際自分もちょっとラジオじゃないけど、そういう現場を見に行ってくるっていうね、一応僕も行こうと思っております。私も行きます。あ、行く行く、はい、行く言うたやん。そう、いやとはいえ、どうなるか分からんかさ、予定が。いや実際、障害者関連の話はこのラジオやっていろいろ考えるようになったけど、面白いよね。そうやね、差別とかに関してはもう昔からいろいろ考えとったからね、だからそれをね、考えるってことは日本を考えるっていうことでもある、至る所にあって腹が立って仕方がないけどね。いや腹立つよね、バイト探すだけで髪切れ言われてさ。そうそうそう、結構今さ、例えば女の人がバイトの面接来てさ、おかっぱぐらいで、肩ぐらいで、肩ぐらいの長さね、髪の毛が、で、いや女なんだから髪をロングヘアにしなさいみたいな、こと言ったの、今割と問題になるんじゃないかな。問題になると思う、で、我々、僕はちょっと髪切ったけどさ、ずっと長髪が長かったからさ、面接行くとちょっと男なんやし、清潔感が大事なんで髪切ってくれと言われると、これさ結構いまだに怒ってないけどさ、結構周りの友人とかに言うと、いやいやもういい大人なんやからみたいな、結構共感されんよ、されんのよね。なんでやろうね、なんでされんのやろうね。カレー屋のバイト面接行って、で面接いろいろあって、時給とか、で交通費はちょっと1000円以内しか出せないんだけど大丈夫とか、あ全然大丈夫ですとか、土日は入れるとか、いや土日両方は厳しいですけど、入れる時はなるべく帰ろうと思いますとか、週何回ぐらいとか、3回は入ろうとか、あ全然いいよそのぐらいでとか、いろいろあって、じゃあもう今後よろしくお願いしますっていう感じで、じゃあ最後に髪だけは切ってくるようにみたいな言われて、最後に、じゃあ髪はよろしくね、じゃあ髪はね切れるねっていう感じ、じゃあ以上でした、お疲れ様です、そうそう、いやいや切らないですけどみたいな言うとさ、それはねもうお客さんと接する仕事だから、もうそれはお客さんが不快に思うからから切ってくれるね、お疲れ様です、切らないですけどでパッて見たらもうすでに働いているバイトの女の子とかが、なんか仕込みしようって、めっちゃ髪長いんよ、めっちゃ長いんよ、でグッと団子にして、団子にして、そうそう、うん、僕より長いですよみたいな、これなんやと、これね、女性差別とか結構言われてるけどさ、例えば女性がなんかその働けないとかさ、収入格差があるとかさ、でちょっと違う話になれば、その年末にやったダウンタウンの番組でエディ・マーフィーのあれは差別かどうかみたいな、黒塗りしてね、黒塗りしたやつ、あらゆる差別を言ってるけど、目の前にすごい簡単な差別をさ、やってさ、ほんで雇用につけないみたいなさ、ことが平気である、平気でね、平気で結構残酷な差別が目の前にあるのに、それ置いといて、いまだに女性差別してるのかしらみたいなさ、なんでフィーフィーさんもそれ言わないんだろうね。なんで言わんのやろね。俺就労の問題やからね、結構でかい問題なんや。そうなんよ。で就労するために、社会的に求められた、形にこう自己アイデンティティを押しつぶさんといけん社会って、とんでもない社会や、とんでもない野蛮な社会、で知り合いにその話すると、
映画なも切ったらって。そうね。そんな伸ばしたいみたいな。そう、そんなのいい大人なんやから、うん。なんでそんな髪伸ばしたいみたいな。いや、違うと。そう。別に切ってもええと、全然。そうね。全然坊主にしてええし。そう、いくらでも坊主にできるぞっていうことで、うん、僕は長髪から一気に坊主したし、したし、うん、ガクも別に髪別に伸ばすことに何のポリシーもないし、うん、ガクも坊主やったしね、昔はね、一時的に、一時的に ね、中3の時ね、うん、あのおしゃれ坊主っていう言葉が出始めてからやったらものすごいカール・ルイスみたいな髪型にされてしまったやつね。そうそう、うん、足速そうっていう感じだったね、うん、やめよう坊主って。だからそれもうええやみたいな、なんでそんな伸ばしたいみたいなさ、うん、そんな髪伸ばすのかっこいいかみたいな、そう笑われるよね。そう、違うと。そうね、お前大学生みたいなこと言うなって言われる、言うなって言われる、お前30だぞって言われる、うん、切りたい時に切ると。そうね、なんで就労によって抑圧されといけんのよ。そうね、本当それを女に言ってみろって話、うん、いや本当よ。例えばさ、うん、女の子なんだからもっとミニスカで来るようにって言われてさ、その子は別に休日普通にミニスカ履くやろ、うん、履きたけりゃ、うん、やけどなんでここで抑圧されんといけんのやっていうことやんか、ね、履きたけりゃ履くし、履かん日もあるし、寒けりゃ、うん、ズボン履いたり、うん、夏はミニスカートで行こうとか、うん、デートやからとかさ、うん、なんで今この職場でそれを押し付けられんといけんの、ね、うん、あのヒゲだけは剃ってくるように、剃るかボケと、うん、ボケやとそれはこっちの勝手やから、勝手やからでね、これね、あのバイトの面接の時も言われるんやけどね、うん、その店長のロジックってね、うん、こういう感じなんよ大体。いや、あのね、まあ僕は別に正直どっちでもいいっていうか、男の人が伸ばしたって全然いいと思ってるんだけど、うんうん、接客業だからお客さんが不快に思う人がいるんだよ、ね、そういう、うん、そのどんちょうね、そう、難しい人もお客さんも来るからね、うん、だから、うん、そういう人がいるから、うん、あのちょっと僕は全然いいんだけど、うん、もう接客業だからどこにおるんやそんなやつって思うよね。ヒゲでギャーギャー言う人に基準合わせてどうするの、どうするんや。会社とかでもね、うん、あのそのね、架空の人物を引き合いに出してきて怒ってくる人おるんよ。あ、まあ課長みたいなのがおってさ、うん、課長のデスクの後ろを通って物を取り、うん、行って戻ってくるみたいな時に、うんうん、あちょっとって呼ばれて、うん、で、あ、何ですかって言ったら、あの普通はあの上司の後ろを通らない、うん、前を通って取りに行くっていうのが基本なんだけど、で僕は全然それを何と思わないタイプなんだけど、うんうん、それを不快に思ったり怒ったりする上司もいるから気をつけようねって、うん、どこにおるんやそいつは。だったらその時に「おーい!」っていう人がおらんかったけど、うん、あなたがそういう人ならまだわかるよ、うん、俺は不快に思うと。うん、それもすごいね、お城に勤めてた、うん、本当そんな会社やったよ、うん、だからそのさ、うん、ヨーロッパの多くの国で、うん、面接の時に履歴書に写真を貼ること自体が違法っていうのはさ、うん、これもっとちゃんと考えるべきやな。考えるべきなの、ね、なぜ写真を貼るのか、うん、なぜ履歴書に年齢を書かんといけんのかとか、ね、でさ800円ぐらい払って写真を毎回撮ってさ、うんうんね、うん、アメリカでもきちんと違法やからね、そんなことやったら、うん、ほんで面接で見た目に関することを言った瞬間違法になると、うん、考えられんよねその日本じゃ、うん、考えられん、年齢と見た目のことしか言ってこんぐらいの感じやむしろね、うんうん、そうね、年齢と見た目のことだけしか言わんよ、ね、うん、基本はうん、初対面で年齢を聞くっていう文化になってしまってるし、うん、必ず年齢を聞く。そうだよね、もう知るかと思うよね、うん、結構僕はまあちょっと話それるけど、うん、老けて見られることが多くてさ、うん、まあ今現在2018年現在33歳なんやけど、うんうん、まあ、年齢を、まあ、33です32ですと言うと、うん、全然見えないですねみたいな、もっと上かと思いました、うん、まあいいけど、うん、その話が結構続く時は、ああもうすごい、うん、すごい年上の人かと思いました、うん、なんかその年齢と、まあ、見た目っていうもので、うん、
重要なことなんよね。やろうね。長引くよね。結構長引く、ね、年齢の話、うん、まあそれはいいけどさ、ちょっとそういう話になったらそれはそれで、うん、若いですねみたいなね、うん、あってもいいけど、うん、なんかねそういう世界やから、なんか女の人がさ、おばさんが、うん、あえて自分からもうおばさんですよみたいな、うん、おばさんみたいなこと言うやん、うんうん、言わんでええだな。あ、もう自分から言い出すよね。自分から言い出す、ゆくちゃんみたいに若くないからみたいなことを、うん、言い出すよね、うん、同じ日に死んでくれるんかっていう、どういうことなのことやんか。なんだよ、全員が3代目魚竹の死みたいな同じ日に踏んで死んでくれ、死んでくれそういうことだよね、うん、みんな寿命バラバラで、うん、ねえ、だからそういうことなんだから関係ないってことだよ。対するご意見ご感想、福祉に関するご質問、情報コーナーで放送してほしい情報、またゲストコーナーに呼んでもらいたい人、団体などがございましたら、次のメールアドレス、ファックス番号までお寄せください。メールアドレスは gks@fm767.net。 ファックス番号は 048-229-9434、 048-229-9434。